みなさんこんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は47ページ37番の B になります。波長長2分の2拍子2分の2拍子ですので、まあ、最初に言っておきますよ。最後の小節は2分音符で終わりますけれども、癖でね2拍伸ばさないように、ここ最後の小節は1拍でございます。2分音符だけど1拍、そして1拍お休みがあるということでございます。それでは早速やっていきましょう。これ4分音符で1段目はまだいいんですよ。まあ1段目もちょっと1箇所だけあるんですけど、あの2段目の2小節目みたいに4分音符だけで並んでる時に、どこまでが3連符なんだか一瞬わからなくなる時がありますね。2小節目ね、まあ1小節目から歌ってみますと、そう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 、これドドドって並んでるからね。でもドドドじゃないんですよ。ドドドセラ、次はいいんですよね。ソソラソ、次ミミミファソ、ミミミファソになります。これね3連符と、だから3等分に分かれてるところと2等分に分かれてるところが交互に現れるので、これちょっとね、こういうの苦手だなっていう人もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、なんかねこういうのやるとね、絶対不思議な3連符を刻む人がいるんですよね。まあ私のこの3連符が合ってるかどうか分かりませんけど、でもこれね、そうそうそう、ドドレドソ、ドレドソ、合ってますよね。そうノリになる人たまにいるんですけど、なんでだろう、どうしてそうなるんだかよくわからないんですけども、気をつけてくださいね。タッ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 タ、ドレドソソソミミファミレ、合ってますよね、合ってます。はい、ということで今さっきねちょっとソソソトトがねちょっとバズっちゃったかもしれないって、どうでもいい情報ですが、私と一緒にね、わずらないように気をつけてください。すいません、いつも、それではですね、もうちょっと遅くやってみようかな。遅くやるの難しいですよ。ちょっとこれでやってみようかな。ちょっとかなり遅めで、これでできるかな。1、2、1、2、そうミソファミレドー。
ファを入らないと遅れちゃいますね。ミソファミレド、ミソファミレド。分かった、ミがね長いかもしれない、長いのかもしれない長いんかもしれないって群馬弁っぽいですよね、どうもね、どうやらね。ミソミソファミレド、私ミが長いんだな、そうだと思います。だから遅れちゃうんですね。なんかねここ最後ソラセドドミソファミレド、なんか遅くしたくなっちゃうんですよね。遅くしたくなっちゃうんですよ。なんで2回言ったんだろうって感じなんですけど、遅くしたくなっちゃうので遅くなるのかな、まあなんかよくわかんないですね。なんかそれはこうなってるからだよみたいなね、あの言ってくださる方がいらっしゃると ありがたいんですけどね。まあ、こういうのは自分のなんか変な知らない間についちゃってる癖ってあるんですよね。なので、気をつけた方がいいと思います。まあね、この3連符と2分符の2分符じゃない、2等分に分かれてる音符のそれも2分の2拍子で書かれてるので、ちょっと分かりやすい、分かりやすくないよ、分かりにくい練習曲ではありますけど、もうグダグダですね今日ね。ちょっとね頑張って練習してみてくださいね。そんなんで終わりでしょうか今日ね。短めです。はい、それではまた。